感じになるからね。でやっちゃうよの時あの私あの呼び込みますので、その時ぜひやってくださいね。いい、大丈夫、心に決めておいて入っちゃおうかなみたいなね。そこのお兄さんとかいかがですか。後でスッと入ってきちゃって腕立てして。私ね、一回もできないのにね、やらせることばっかり言ってるの、ごめんね。そんな感じなんですけども、いいでしょうか、大丈夫かな。はい、それではのっちゃれいっちゃいましょう。お願いします。
ありがとうございます。今日一日ね、これで予定伝え僕終了となりました。なんかこう名残惜しいですね、皆さんね。本当ありがとうございます。本当にじゃあ今日は風の強かったりとかしながらもうどうなることかなと思ったんですけど、おかげさまでね、大喜利無事にできました。寒い中皆さん本当に応援いただきありがとうございました。今年最後 の, イベントの私たちがなったんですけども、本当にいろいろできなかったりとかね、時期でもありましたけども、こうやってね一緒に踊ってくれる仲間がいて本当に幸せだなと思います。そしてこういうふうにイベントのところに応援に来てくださる皆さん の, 思いとかもありがたいなと本当に思っております。そしてこの続けて頑張っていこうという気持ちをさらにこの1日でね、また思いました。各チームさんごとにちょっとね感想を一言ずついただきたいと思います。あ、下がったね、狙ってたの下がったわね。なっちゃん本当におめでとう。もう泣いちゃう。ありがとうございます。私ここではありますが、いろんな報告もさせていただいたし、共演のオリジナル曲もやっとちゃんとした形で披露できたなって思っています。この今日開催していただいた金さん会さんをはじめとして、今日参加してくださった皆さん、これも何かとご縁だと思いますし、見に来ていただいた方ももちろんたくさんのご縁があって素晴らしいイベントだったと思います。まだまだよさこいのはたくさんたくさんつなげて広げて大きくしていって、もっともっとねみんなで楽しむイベントが増えていけたらいいなと思います。最後にありがとうございました。はい、千葉県は朝日のアクトです。なんかみんなといられるのがとても嬉しいです。また来年もみんなで会えると嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。そういうところからも来てくれた方もたくさんいると思うんですけども、本当に今日一日ちょっと時間流れも短く感じることができて、本当に楽しい一日になったと思います。また来年、再来年と一生懸命踊り続けますので、応援のほどよろしくお願いします。よっちゃんとはよさこいの兄弟なのね。いいです。妹なのよっちゃん混ぜてもらっちゃおう。ゆすいです。三姉妹の末っ子になりました。本当に家族ぐるみでやってる小さなチームなんですけど、楽しく今日踊ることができました。これからも踊りに磨きをかけてもうちょっと見せられる踊りをしたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。次回の皆さん、ありがとうございます。今日は一緒にマネマネさせてもらっちゃってありがとうございました。お願いします。情報員さんとか、失礼いたしました、大元気さん、ね、一緒に元気とかの中でね、ありがとうございました。いただいてありがとうございます。はい、よさこい一条です。先ほど待ってる時も怪我しないようにねってご声援いただきまして、無事怪我せずに済みましたこと、ありがたく思います。いつも臨場会館からお声させていただいて、いろんなところに連れて行っていただいてありがたく思っております。はい、ではね、来年も皆様にいい年になりますように、来年もよろしくお願いいたします。今年はありがとうございました。皆さん、お疲れ様でした。イタコ市から参りました、イタコよさこい連です。本当に2年間、練習もイベントもない状況の中で、今回、田中先生がこういうイベントを企画していただきまして、
いたこのメンバーと本当に2年ぶりに一緒に踊れましたし、他のチームの皆さんともこういう楽しいひとときを過ごせましたこと、本当に嬉しく思っております。これからもね、まあ、コロナが収束してこういうイベントが、たくさん、できればいいなと思っております。本当に皆さん今日はありがとうございました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。なんかね、チームの皆さんそれぞれのこう言葉聞くと、今日開催して本当に開催できて本当によかったって今しみじみ思いました。でも本当にお客様と皆さんも本当にご協力ありがとうございました。本当にありがとうございました。来年も元気にね、いろいろとあるかもしれないんですけども頑張っていきましょう。先生これね、ありがとうございました。それではこれ最後にお客様に感謝の気持ちを込めて挨拶で締めさせていただきたいと思います。お客様にレイありがとうございました。3名もありがとうございました。お気をつけて振り付かないように暖かくして、ありがとうございます。ありがとうございました。